はい、どうも、皆さんこんばんは。2018年4月の18日、15時33分です。よろしくお願いします。ワードです。何なの、アンチ。全然許せないんだけど。なんか卵味噌の枠見てたらさ、なんか卵味噌に凸かけてる、なんかやつがいて、なんかワドーはワドーはとか言って、すげえムカつくんだけど。なんかワドーは、なんか、ワドーは、ワドーは、とか言って。俺全然卵味噌でやったことと俺がやったこと全く関係ないし、なんか、意味がわかんなかったんだけど、なんかあいつは金をもらうようになってダメになったとか、全然意味わかんねえ。何あれ。すげえムカついたんだけど。はい、いらっしゃい。狐1号さんワード2。言いたいことあんなら直接言えよな。ひねくれすぎだろ。いくらなんでも。ボクシング練習終わったよ。終わった終わった。練習ね。俺がアンチに何したっつうんだよな。そういうやつほど観察してるからね。性格良くはないけど、別になんかさっぱりしてる方だとは思うよ。性格良くはない。寝てないよ。稼げてないから今日は稼ぐよ。全然稼げてないから今日はもうちょい頑張るよ。あんなんさ、卵味噌がさ、花火飛ばなくなったのか、あいつがワープしたからじゃん。いやいや、卵味噌がさ、花火飛ばなくなった原因、俺全然関係ないのにさ、なんでさ、あいつの枠で俺の名前呼ばれてんのか分かんなかったんだけど。おかしいだろ、本当に。もう、過疎は過疎で慣れ合えよって感じだよ。いるよ。なんでのりこがいるかいないか聞くの？ のりこがいるときとのりこがいないときで何かが変わるの？何も変わらないでしょ、別に。のりこがいようがいまいがいいでしょ、別に。何？コメントが変わるの？ 6 号さん。なんで聞くの？毎回前から不思議なんだけど、のりこいる？いないの？何なの？別にいてもいなくても変わんないよ。いや、不思議じゃない？いたらなんか変わんの？のりこがいるとテンション上がって、のりこがいないとテンション下がるの？何なの？いや、のりこいるよ。今答えたでしょ。いるよ。あ、のりこの生存確認をしてんの。生きてるか死んでるか確認をしてんのか。おー。いや、生きてるでしょ。死んだらさすがに言うでしょ。のりこ死んだわって言うでしょ。枠で。うざいよね。なんか、あれじゃん？暇なんじゃん。あ、どうも、和道さん、本気で捨て殺し出場するんですか？いや、本気ですよ。いや、本気ですけど。なんで？何が？何が不服なの？言いたいことあるやつは、もう、とつかけてこいよ、もうめんどくせえな。コメントでカタカタ言ってねえでよ。かけてこいよ、もうめんどくせえから。わざとらしいよね。うぜえよな。風船ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。 知らない知らない知らない。母親は草？全然草生えないんだけど。ただただ不快だよ。ただただ不快。何が怖いの？全然意味わかんないんだけど。何が怖いの？ああ、捨て頃怖いよ。怖いけどやるしかないでしょ。殴り合いですよ、殴り合い。近親相姦じゃないでしょ、全然。血縁関係じゃねえわ、のりこは。知らないよ、俺に聞くなよ。いや、言いたいことがあんの、コラボ上がって。めんどくさいから。めんどくさいからコラボ上がりなさいよ。もう
あ、バカありがとう。バカありがとう。いや、別に狐に逃げてないけど。狐が逃げかどうかよくわかんないけど。別に逃げだと思ってないよ。タイマー張らないよ。なんでタイマー張るんだよ。タイマー張れや。張るわけないじゃん。中学生かよ。画面にね、コメント出てないの、コラボ枠だからだね。コラボ枠は、なんだ、設定ができない。喜び組の方が稼げてるだろうがよ。喜び組だらけで怖いじゃねえよ。喜び組がいっぱいいた方がいいだろうが、どう考えても。冷静になれよ。囲われてて花火上がってんの勝ち組だろう、どう考えても。満喫鬼仲出しされてやり逃げされました。狐枠で書かれてもな。トツコラボ上がれる？相談乗るよ。アクセサリー作ってるの見せてほしい。まだ完成してない。あと配信の関係ないところでアクセサリーはやる。花火ありがとう。花火ありがとう。7号さん、喜び、嬉しみ、ありがとうございます。おお、ありがとう。まだ制作中だよ。軍曹はピンクが消えたら終わり？デザインだけ、デザインツイッターに上がってるよ。丸メガネの、いや、あるよ、丸メガネ。丸メガネもまだあるよ。どっちでもいいよ。はい、お疲れ。人の放送にさ、たわくでケチつけるとか最低なやり方だよな、本当に。俺が何したっつうんだよな。陰口叩く人間にはなりたくないよな。のんちゃん寝てるよ、疲れて。え、お、石野が王手と凸するの知ってるか？え、知らない。何それ。誰王手って。え、何それ、何それ。そんなことやんの？へえ。のりこは芸術的観点からも尊敬し合ってる感じ。いや、芸術的観点は俺は分かんないよ。普通に彼女が好きなだけだよ。いや、ネックレスのデザイン俺だわ。誰？中西マン？シャワー浴びたよ。中西マン大手じゃないでしょ。全然。中西マンは過疎でしょ。どう、誰がどう見ても過疎でしょ。いつ大手になったの、中西マンは。画質悪いのはコラボ枠だからだね。コラボ枠は基本画質悪い。昼？違う違う、撮ってるけど、カゴない、布ないけど。メガネこっちの方がいい。知らない。中西マンがなぜなのか分かんないよ。絡みあったんだね。中西マンと石野か、面白い組み合わせだな。だ、2個当ててるだろうがよ、うるせえな。中西マンディスってねえわ、絡みねえわ、会ったこともねえわ。 名前だけしか知らねえよ。配信も何やってるのか全然知らねえよ。興味ねえわ。中西マン、便所の次くらいの人気。ないない。絶対ない。はい、フォローありがとう。ないわ。絶対ないわ。髪切ったよ。髪の毛切りましたね。和道を呼んだらって言ったら苦笑い。いやいや、呼ばれても行かないよ。金になんないよ。なんで俺が石野と絡むんだよ。海宝マジ嫌い。ここに書かないで。海宝に言って。嫌いなら見なきゃいいじゃん。なんで俺にさ、もう陰口多いよ、君たち。俺に言ってどうすんの、海宝の悪口。
知らないよ。いや、じゃがいも王子のことも知らん。知らん知らん。染めないのかい。まだ染めてないね。金髪だね。のりこは寝てるっつうの。軍曹元気かどうか知らない。放送やってるでしょ。軍曹の枠行ったら見れるよ。なんで俺に軍曹のこと聞くの。はい、ワード2。はい、いらっしゃい。うざいよね。うざくないよ。和道と絡むのがうざい。いいんじゃない。俺と絡みたい人は絡めばいいな。いや、面白いでしょ。ゆいがさんとあの佐野の初絡み。最高だよあれ。うん。最高だよね。捨て頃はね、赤いカラーにするね。はいはい、お疲れ様。シャドウっていうか、あの体全力で動かしてないね。体が動く可動域上げてる感じだね。フォームのチェックと全く本気で。やっぱサンドバッグとかミットじゃないとパンって打ち込めないから、空振りすると体おかしくなるし。軍装面白いと思ってる人が多いから閲覧が多いんじゃないの。わかんないけど、軍装後ろのグローブはね、リスナーさんからのプレゼント。これかっこいいでしょ。ベヌムっていうメーカー、フランスのデザインで、タイで作ってるのかな、うん、え、エナタン就職したの？実家農家じゃなかったっけ？エナタン就職したんだ。実家を継いでると思ってたわ。ごめん、ローマ字読めない俺。そうそう、元気だった。そうそう、会ってすげえいい人だったよ。元気だったっつうか、すげえいい人だった。コメント通りの人だった、ね、びっくりしたよ。家綺麗だったし。今日夜は配信しないかな。うん、朝5時ぐらいに起きたから、まあまあそろそろ寝たいけど、今日は全然稼げてないから、ちょっとヤバたんだから、この枠でなんとか生計立てられるぐらい稼ぎたいなと思っておりますよ。そその家泊まったよ、うん、和道の近所のタワマに X ジャパンの人住んでる。あ、そうなんだ。ヨシキかな、誰だろうね。まあ一番金持ってんのヨシキだからな。まあヨシキだろうね。しないのか、何を。あ、配信。ああ、うん、いや、花火上がるんだったら夜配信したいけどね。うん、のりこ出さなきゃ稼げない。いやいやいや、のんちゃん配信者じゃないもん。いや、あの写真写り悪いね、そそは。うん、あの実物の方が全然かっこよかったよ。写真写りくっそ悪かった、うん、かっこよかったよ。あのめっちゃ広い家、祖祖の家だよ、うん、成功者だよ成功者。六本木、あ、住みたいかな。六本木、新宿より六本木の方が好きだね。うん、住みたいね。六本木の方がかっこいいよね。ドレさんの家には一回も行ったことないね。でも今度招待するよみたいなこと言ってたよ。部屋片したから今度招待するなっつって、うん、ああ、ありがとうありがとう、何気に応援ありがとう、風船ありがとうね、頑張ります、ありがとう、嬉しいよ、あざす。便所って和道のこと過大評価しすぎ。え、便所さんって俺のこと評価してるか。え、俺便所さんから和道よく言われたことある。いや、ないけど。過大評価しすぎって何？格闘技のこと？格闘技普通に下手くそって言われてるよ、便所さんに。何のこと？39号さん。風汗ありがとう。
多分評価してないよ、便所さんは。東京に住むメリット、便利、あと人が多いから企画とかそういう仕事とか受けやすい。要は人と人とがビジネスを生む確率が高いからいいけど、まあ、仕事をする場所であって住む場所ではないと思ってるな、俺は。ありがとう、23号さん。アンチ嫌いなのか。嫌いだね。それそうでしょ。俺のこと嫌いって言ってる人間好きになれないでしょ。嫌いだよ。家からあんま出ないね、俺は。祖に会いに行く旅じゃないよ。岡山のがメインで、岡山に社長さんが家、名古屋と岡山に持ってるから、まあ、どうせ帰るなら名古屋も行きましょうって送ってくれた。仕事してないんだったら東京じゃなくてもいいだろうね。俺別に東京に住みたくて住んでるわけじゃないからね。まあでも一応もう5年も住んでたら、ここがね、自分の街になってきたからしょうがない。もう今更って感じじゃん。狐やってアンチ否定？いや、別にアンチも囲いもダメだって、両方とも嫌いだっつってるよ、俺。最初から。名古屋大都会だったね。え、東京って年取って独身でもおかしな目で見られないって本当？え、田舎ってそんな感じなの？独身なんて腐るほどいるけど。東京高いよ。高いよ。俺がいつジョブズとかひろゆきのモノマネしたの？ 何それ？ 45 号さん。俺、ジョブズのモノマネ、ひろゆきのモノマネなんか一個もやってないけど、何勝手にあなたがひろゆきとかジョブズを俺を見て意識したの？ バカじゃないの？ このさ、17分間のトークの中にさ、ひろゆきとかさ、ジョブズを意識したところあった？頭おかしいでしょ？病院行った方がいいよ。薄っぺらいとか分厚いとかいう問題じゃなくて、誰もモノマネなんかしてないから。頭悪。囲いも嫌いだよ。配信者なんでメンタル強いの？メンタル弱かったらやめるんじゃないの？わかんないけど。メンタル弱かったら、いや俺ひろゆきの話し方なんかしてないよ。全然。なんすか？つって。え、それあなたの主観ですよね？でも一般的な考え方ではないですよね。じゃあ、あなたの感想であって、あなたの主観じゃないですか。どっからデータ取ってきたんですか。それだからあなたの感想ですよね。俺言った？俺こんなのやった？でも一般的にはってやってないよね。フランスパンって現地で食べるとってやった？俺やってないでしょ。俺米好きだから。風船ありがとう。顔似てる？俺は別にモノマネしてないけど。いや、すごいよね。ひろゆき、人のことを顔と喋り方で人のことを煽る天才だと思ってるもん。丸眼鏡あるよ。あるよ、あるよ。丸眼鏡がいいんだったら丸眼鏡にするけど、本質的に真似って何？ 全然わかんないんだけど、何本質的な真似って何？ ちょっとごめん、あなたが何言ってるか全然わかんないよ。表面的な真似ではなくて本質的な真似？何の話してんの？具体的に言って。コラボ上がってくれば、コラボ上がってくれば。ひろゆき論破っていうよりも、ひろゆきってなんか自分の感想を言わないタイプで、客観的な事実だけを言うタイプだから論破されづらいんだよ。だからそういう論法だから、相手のフィールドで相手を打ち崩すやり方なの。だから、基本的に持論を述べてるひろゆきってあんまり見たことないかもしれない。対談とかで。持論を述べるタイプじゃないから論破されない。
まずローンを払わないからっていう感覚。データを見てこういう人間が多いよねっていう話とか、あのそういう話が多い気がする。外配信できなくても東京にいる。いや外配信できると思ってる俺は。いやメガネはどっちでもいいよ。どっちでもいい。え、家の中でアクセサリーしたらダメなの？どういう法律？それ。家の中でアクセサリーしたらバカなの？いいんじゃないの？なんでダメなのか教えて。家の中でアクセサリーしたらどうバカなのか説明してくんない？ひろゆき好きですか？嫌いですか？好きっすね、ひろゆきさんは。はい。好きです、僕は。俺の好きでいいと思うけど。ネットで拾った知識、知識っていうのはネットじゃなくても人から聞いた話、本を読んだ話、ネットで拾った話っていう、まあ教科書で読んだ話、何でもそうだけど、それを情報なわけでしょ。それを人に話すことは別に悪いことではないと思うよ俺は。で、自分で考えたことだけを人に伝えるっていうのはすごく大変だと思う。それよりも人から拾った話とかを話してる方が楽だから。別にそれはなんか、もしそれが嫌な人がいるんだったら、自分で考えたことだけ、自分で編み出した言語、自分で編み出した言葉、自分で編み出した思考だけで勝手に喋ってればいいんじゃないの、それがやりたい人は。全て情報だからさ。アチョーめちゃめちゃイケメンでしょ。俺イケメンじゃないよ。アチョーめちゃめちゃイケメンだよ。トップクラスにイケメンだと思う。実際見たことあるけど。一眼レフ買いたいっすね。買いたいっすね。あ、経験談は血肉は通うのは間違いないね。それは間違いない。あの、経験は情報が深いから、いくら掘り下げても出てくるんだよ。人から聞いた話とかっていうのは薄っぺらいのは確かにそうだ。名古屋のキングって誰？その部屋借りるとき無職だった。無職で借りる方法、生活保護だったね。生活保護だった。無職だね。だから生活保護の場合は、不動産屋さんに行って生活保護の申請書を出して、生活保護に家賃を出してもらうって感じ。少数派でも自分の意見を持ってるやつは尊敬できる。ああ、それはあるね。まあまあ暇なんだろうね。アドレさんがディスってた。ああそうですか、残念です。はい、アクセサリー楽しみに待つ。はいはい。でも高いよ俺のアクセサリー。買ってくれんの？すげえ高いよ。買ってくれたらすげえ嬉しいけど。買うの？本当に言ってる？すげえ高いよ。審査通りやすいっていうよりも生活保護向けの物件っていうのがある。取りっぱぐれがないから家賃の。だから生活保護はあの審査通りやすい。ナマポ専用の物件っていうのがある。シルバーいいよね。あ、ここディスするところじゃないから。ディスするところじゃないから別に。勘違いしないで。はい、こんにちは、いらっしゃい。どうも。
囲いは花火投げんが、囲いはいらない、囲いはいらない、普通のファンが欲しい、冷静に楽しんでくれて普通に配信盛り上げてくれる仲間が欲しい、囲いとかいらない、気持ち悪い、普通に応援してくれて普通に花火投げてくれる人が欲しい。はいこんにちは。毎月いくら、だいたい俺の年齢だと13万5千円ぐらいかな、東京だと。一人暮らしだとね。ワドちゃんどんなブランド欲しい？あ、俺はね、ブランドで物買う人嫌いです。はい、ブランドの名前じゃなくて、商品のデザインで見る、かな。あんまりブランドブランドしてるものは好きじゃないですね。ファンと囲いの違いって、囲いの基準、囲いってもともと囲い込みっていう言葉から来てるので、ニコ生の人って囲いって悪い意味で使ってたのね。最近あのツイキャスが誤解、ツイキャスのリスナーがニコ生の真似して囲い囲いって言い始めていい意味で使ってるんだけど、本来は普通のリスナーさんが囲い消えろよとか、囲いうぜえとか、囲いもうマジいなくなってほしいっていう意味合いで使ってたの、普通のリスナーが。で、囲いって何なのかっていうとさ、空港とかさ、コンサートとかでさ、普通に並んでるファンとかがいるけど、こうやって並んでる時にさ、熱狂的な囲いってさ、アイドルがパッて出た時、わーって囲い込む。で、周りの人に迷惑をかける。要は盲目の人って意味だったの。囲い込みから来てるの。何々くんこっち向いてキャーっつって、子供とかドンって押しちゃったりとかする人ね。でも、実際にふわっちで囲い、ツイキャスで囲いって言われてる人ってそういう人でしょ。で、要は思いが強すぎるから囲いになるの。で、思いがプラスに向くと囲いになって、マイナスになると囲いってアンチになるの。だから何々くーんって囲ってるとさ、その浮気報道とか出るとさ、こんな人だと思わなかった、最低とか言うでしょ。だから囲いもアンチも実は紙一重なのね。プラスかマイナスかっていうだけで他人に迷惑をかける人。ファンっていうのは普通にコンサートに来てくれて、普通にライブ楽しんで、普通にグッズ買ってくれる人よ。ただのファン。俺好きなんだよね、ワドって。ワド応援してるんだよねって冷静に言える人がファン。OK。うん。そう。囲いはいらない。要は、信じてますっていう人。信じてないと、こう、ついてこれない人。ありがとうございます。63号線ファンタスティックファナビ、ありがとうございます。ファンタスティック、風船10個ありがとう、ありがとうございます。ジムね、1ヶ月半ぐらいサボってるから、まあ明日あたりパッと行ってみて、ちょっと考えようかなと思って、そうだから、囲いはアンチになるし、アンチの人、自分の都合が悪いとアンチになるので、自分の都合のいいことやると、アイドルとかそうでしょ。アイドルとかってキャーキャーとか何々ウェイとかやってるでしょ。あんな世間一般じゃ通用しないじゃん。部屋の中こうアイドルの写真だらけにして、お母さんが心配するのがあのかっこいいだよ。普通に応援してほしい。嫌いな配信者いないよ別に。そう、囲いもアンチも配信者。あんね、でもね、アンチはダメなところ、簡単に言うとね、信じてます、例えばみんな冷静に聞いて、この人はすごくいい人、和道さんは神、和道さんの言うことは全部正義、アンチ消えて、和道さんが間違ったこと言うはずない、和道さんはとってもいい人、とってもイケメン、これ囲いだと思わない？気持ち悪いでしょ。和道さんが間違いなんて犯さないわ、和道さんは最高の人間よ、気持ち悪いでしょ。じゃあ今度もう一人の人間、こいつは悪いやつに決まってる。こいつは何もかも全て嘘だ。こいつは悪いことだけをやっているんだ。こいつは生きてる資格がない。これ似てない？もう両方とも同じ人間なの。同じ人間なの。もう似てるでしょ？気持ち悪さっていうか、鳥肌の立ち方っていうか。冷静に見てたら、和道いいところも悪いところもあるよ。俺和道のこういうところが好きで、俺和道のこういうところが嫌いだよって。で、こいつは俺こういうところが好きだから応援してるんだよね。普通でしょ。だから俺はアンチも囲いも気持ち悪いっつってんの。宗教だよ、宗教。だからアンチ、行き過ぎたアンチもそうだと思うよ。だから俺は普段コメント打ってる人が、あ、俺それ意見違うわとか、窓それ間違ってないとか
いや、ワド、今日のワドいいねって、両方とも言うのが俺は普通のリスナーだと思ってんの。両方とも普通に言うっていう、自分の意見を言うっていうのが普通の意見だと思ってる。はいはい、チャオ。ファンチっていうか、そのネタで面白くできるんだったら俺は両方とも大歓迎だ。うちにいる百何人を笑わせてくれるんだったら、ファンだろうがアンチだろうが両方とも大歓迎だ。逆手にとってつうか、なんか気持ち悪いのは人間として付き合いたくないよね。すげえ。大ファン？大人なファン？いや、うちのリスナー結構淡々と見てくれてるっつうか、思い込み、なんだろう、なんつうの 普通に見てくれてる、年齢層高めだと思うけどね。変なアクセサリー売りつけてねえから、まだ完成してねえんだから。77号も偏見でしょ。俺があなたにプレゼンした買ってくれって。俺買いたいやつが買えばいいっつってんの。思い込みで話しすぎなんだって。ちゃんと自分の目、だから、いや、分かった。一言だけ言うわ。俺のこと信じるな。俺のこと疑うな。俺がどういう人間なのか、俺を直接見て確認しろ。それだけだよ。疑ってこいつは嘘しか言わないとか、思い込みを入れないの。先入観を入れない。疑うな。信じるな。ただ見ろ。それはリアルだから。ただ見りゃいいんだよ。よりめハーツって名前じゃねえわ。俺酒飲まないからね。さっきはどうも、普通に声かけたのにそんなにびっくりすることねえだろう。次はおどおどしないでくれ。あのね、多分ね、俺じゃない人に声かけてますよ。俺ずーっとのりこと一緒にいたんですよ。で、今日部屋から一歩も出てない。いや、一歩出たな。さっき公園でトレーニングしてたんですけど、誰からも声かけられてないですよ。で、それも配信に全部回ってるんですよ。俺、つまり、ずーっと配信やってるんですよ。部屋の中でのりこずっといるんですよ。おそらくあなたは別の誰かに声かけてます。はい。残念ですね。はい。のんちゃんと結婚しないの？しないんじゃないかな、多分。多分しないと思う。面白いことは言うアンチっていうか、別に面白いこと言う人だだけだよ。なんかわざわざアンチを演じないといけない関係とか、例えばさ、おはよう、田中、ちょっと来てくれ。前回、提出してくれた書類をちょっと確認したんだけど、一言だけいいか、田中。俺、お前のアンチだわ。キンコンカンコン。起立！気をつけ！礼！はい、出席確認する。田中？はい。俺、お前のアンチだわ。鈴木？はい。井上？はい。田中？あ、田中？俺、お前のアンチだわ。はい、それじゃあ会議を始める。今回 A 社に対して行うプレゼンテーションについて、話し合おうと思ってるんだけど、田中、資料をくれ。資料を見て。田中、俺今日からお前のアンチになるわ。何なのこれ。一般社会でこんなことやる？何なの？マジで。何なの？お前らがやってること、そういうことだからね。違うの？今日からアンチだわ。いや、つまらないけどって、お前らがやってることこれだから。くだらない。しょうもないよ、本当に。はい、お疲れ。知らない。見るか見ないかお前らが決めるんだよ。知らないよ、そんなの。
見たければ見ればいいし、見たくなかったら見なきゃいい。文句があったらコラボ上がればいい。ただそれだけだよ。あ、はいはい、83号さんいらっしゃい。今デザインしてるの100万の？そうだね、俺があの売ってる商品は全部100万でいこうと思ってるね。とりあえず今作ってるのは100万で売るって決めてる。嫌いだから監視してんの？嫌いなものに時間割けるってすげえな。いいね、なんか羨ましいわ。嫌いなものに時間を割くことができるっていうのが、うん、羨ましい。本当にいいよな。嫌いだから監視って病気だろ。俺は嫌いなやつは見ない。なんかすごいよね。俺も嫌いなものに時間割くことやらない人間だから、なんでそんなことができるんだっていう不思議な感覚だけどね、うん、電信柱の陰から石投げるやついい例えだよ、ね、うん、いつまで経っても配信が上手くならない。多分ね、66号さんよりよっぽど上手いよ、うん、よっぽど上手い。反面教師って言葉知ってるよ。成田ってクソがミラーしてバカにしてるよ。いいんじゃない、バンになるだけだからあのフワッチはミラーバンだから、うん、いいんじゃない、やってれば、うん、本人がバンになるだけだよ。あのフワッチでミラー配信って禁止されてるの。フワッチ自体が禁止してるのよ。バンですよ、ただ単に。バカだよな。多分1週間バンない。やってる人いないでしょミラー配信って。許可取ってもバンだから、ふわっちは。なんでミラーダメなんだろうね、ふわっちは。トラブル防止かな。シルバーまだ完成してないよ。シルバーまだ完成してない。だから売ってすらいない。売ってすらいないのに作ってる段階で叩かれてるってすごくないすごいだろ。完成して売って叩かれるならまだしもね、クレームが発生するならまだしも、売ってすらいないもので叩かれてるんだよ俺もはやね、もうすごいなって思ってるもん。売ってないのになぜ叩かれるんだろうっていう。 FC2 でミラーした場合っていうのはまあ大丈夫なんじゃないの。ふわっちでやってたらバンになるよ、フワッチの配信者は。作ってる作ってる。あ、今制作は停止してるけどね、捨て頃まではちょっとあの配信に集中する。ブランド名は和道だよ、別に攻めてないよ。はい、酔っ払いさんいらっしゃい。100万ってどういう値段か。100万は100万、100万は100万。いや別にグラサンがいいならグラサンかけるけど、グラサン。友蔵さんっていう人知らないな。欲しい、あー買ってくださいぜひ。まあでもデザイン見ないで欲しいって言ってくれるのは嬉しいよね。俺が作るもんだったら何でも100万で買ってくれるって言ってるわけだもんね。ミラー配信っていうのは俺のこの映像をキャプチャーって言ってそのままこう映すこと。ミラー配信ありがとう。 KW トツからだったらもう 2,3 年前から見てくれてんの、ありがとうございます。ブランドネームは漢字で和道ね、我の道って書いて和道だね。いや物見てから買ってくれればいいのに。全然でもまあ気持ちは嬉しいよね。和道が作ったものを身につけたいって言ってくれるのは、うん、ゴールドじゃないシルバーだね。クロムハーツってなんであんなに高い。高く売ったからだね値段を高く売ったからだよ。そんなもんだよ商売なんて。デザイナーがどうとかなんだかんだとか世の中にあるもん高く売ったから高く売れただけだよ。買う人がいたから。
そんなもんないの？だってさ、プリウスとフェラーリ、フェラーリはじゃあ1億円、プリウス200万。こんなに差あるんだよ。50倍？もっとか？2000万、50倍か。50倍の性能の差があると思う？ないでしょ。いや、だから高く売ったんだよ。高く。うん。100万のグッズじゃない、ブランド展開するから。割れ道だね。83号さん、割れ道ワード。シルバーで100万円もするの？いや、100万で売って何が悪いの？逆に聞きたいんだけど、100万で売ったら 何が悪いの？なんでそんな叩くの？叩けばいいってもんじゃないでしょ。100万で売ったらダメなの？何がダメなの？あ、T シャツ購入可能ですよ。はい。もちろん。うん。別に高く売ってるだけでしょ。パッフェありがとう。63号さん、パッフェありがとう。別に詐欺でも何でもないけど。そうそう、83号さん。何が悪いのか分かんないんだけど。何がダメなの？具体的に言って。うん。はいはい。100万で売ったら詐欺じゃん。え、どこが詐欺なの？っていうかさ、詐欺の意味分かってる？詐欺の意味分かってる？全然詐欺じゃないよ。どこが詐欺なの？具体的に言ってよ。うん。和藤さん、ああ、はい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 。2号さんね。そう、買う人がいればいいんだよ。何が孵化してんの？何にも孵化してないよ。100万で売ります。で、どこが詐欺なの？別に100万で売って、別に200万だろうが1億で売ったって何でもいいんだよ。ブランディングなんてするつもりないよ。俺が100万で売れたらハッピーだと思ってるから 100万で売るんだよ。何なの？いや、もう何なの本当に。別に買わないならほっとけばいいじゃん。そう、絵なんて50億とかするもんね。あ、ゴールドの展開っていうか、例えば1000万払うからゴールドにしてくれって言われたらやるよ。うん。なんでかっていうと、プラチナでも、ゴールドでも、シルバーでも、金型があるから、なんつうの、それを別に金属流すときに、型を取る、型っていうか、その、キャストっていうんだけど、なんだっけ、中金っていうのかな、なんか忘れちゃったんだけど、要は型に金を流し込めばいいだけだから、全然値段、跳ね上がってもいいんだったら、全然ゴールドで作るよ。ただ、1000万とか、2000万とかするよ。シルバーは100万。いや、無理だよ。こいつらコメントでしか吠えらんないから。コラボ枠なの？コラボ上がってこないじゃん。じゃないの？違う？コラボで言えばいいじゃん。言いたいことあんなら。まあ、閲覧別にすごくないでしょ。ありがとう。95号さんありがとう。悪どい？何が悪どいの？悪どいと思うの？理由が分かんないの？え、じゃあ、クロムハーツで100万で売ってる何かを見つけた、悪どって思う？例えば、ベルルッティの財布20万で悪どいなって思う？俺思わないけど。ランボルギーニ2000万で売ってて、悪どって思う？買わなきゃいいじゃん。何悪どいとか詐欺とか。何なの、うん、いいじゃん、別に値段先行しちゃって。これ OBS。今は使ってないけど。うん、何自分を知らないって。中堅どころじゃん、わかんないけど、うん、まあ俺が決めることじゃないと思う。仮想中堅大手は見る人によって変わるから、みんなが決めればいいんだ。みんなはどれだと思うの？仮想中堅大手だったらみんなはどれだと思うの？みんな次第じゃないの？俺が言うことじゃなくない？何、ブランド力って何なのさ。そうそう、買いたい人が買って満足すればいいじゃん。買わない人は別に詐欺だのなんだの言うことじゃないと思うよ。はい、こんにちは。うさんくさいかな。
でも別に俺普通なこと言ってるつもりなんだけどね。別に俺ランボルギーニ見て詐欺とか思わないけど。がっつり貸そう。はいはい。はいはい、いらっしゃい。めっちゃ貸そう。うなは俺の枠見ないよ。なんでかっていうと、うなは俺のことブロックしてるから、俺の枠来れない。はい、こんにちは。典型的な中堅、ああ今月の終わりちょっとキャンセルするかもしれないですね、ブッキングの関係で。そう、捨て頃に集中しようかと思ってますね。はい、まあ金梅さんからしたら勝つだろうけど、うなは大手じゃん。ブロック全開放したの？嘘？確認するよ俺。本当に？絶対嘘なんだけど。絶対この人ウナじゃない、118号。だったらコラボ上がってきたら認める。絶対ウナじゃない。ウナ、ウナ、ウナ。ウナはブロック解除なんかしないよ。今確認するよ。もうブロックしてんじゃねえかよ。嘘つき。嘘つきかよ。ブロックしてる、またはされているため閲覧できません。これはウナじゃん。ウナ、これウナね。ウナちゃんマンね。嘘じゃん。ほら。ブロックしている、またはされているため閲覧できません。全開放なんかするわけねえじゃん。騙されねえよ。何年配信やってると思ってんだよ。あいつがするわけねえだろ。え、船場にブロックされてる？船場、船場って誰？うん。俺がブロックされてるってことね。うん、疑うとガチャガチャにするよ。ウケるな、本当に。ウナはブロック解除しないよ。誰もしない。うん、いや、いいよ。別に吠えたきゃ吠えればいいじゃん。うん、なんかよくコメントしてる人でしょ、なんか名古屋のキングってリスナーでしょ、うん、なんかよくコメントして噛みついてくるよ、うん、はいはい、うん、よくわかんねえよな。でもウナに俺が唯一あのウナダメだなと思ったところはウナ俺よりマンスリー低いんだよ。キャリア3分の1の小僧に負けてんの。笑えない、笑えない。あんだけさ、そのさ、雑魚扱いしてたくせにさ、レジェンドだレジェンドだとか大手だとか言ってて、俺よりアイテム少ないのどうかと思わない？もう超意識してると思うよ。だからブロックしてんでしょ。もう耐えられないんでしょ多分本人のプライドが。俺もさすがにウナよりマンスリーランキング上なのはちょっと引いてるもんね、うん、いやニヤニヤするでしょ本当に。だってあんだけ吠えててさ、俺はすげえ俺はすげえってやってて、ワドなんか消えるって言ってて、ワドだって去年今年1年で消えるわっつってて、今負けてるんだよ。笑うだろ。あー来年はワドいねえなーとか言ってて、ワドなんてお前コッパ野郎いなくなってんに決まってんだろっつってて、マンスリーランキング負けてんだよ今年。爆笑でしょ、爆笑、うん、いや俺はだからそういうこと言わないもん。あの仮想配信者でこいつが消えるなのなんなのとか吹かさないもん。佐野は必死だよね今ね、うん、なんか惨めだよ本当に。特大ブーメラン、どこが何かブーメランの、俺は事実を言ったんだよ。彼が言ったことに対して俺のこと消えるって言っといてさ、マンスリーランキング負けてるってどういうことって言ってんの。稼げてねえじゃん。ティファニーみたいに石は、はめ込んだりしないで純粋シルバーのデザインでやってるんですか。ですね、今デザインしてるのはペンダントトップなんですけど、丸い石をはめ込むっていうよりも
こう、なんつうの、浮かせますね。宝石を入れるんじゃなくて、石をこうデザインの中に組み込んでます。丸い石を。もしかしたらもう一つ石が入るかもしれない。で、あともう一つ木が入りますね。ウッドとシルバーと、まあ、シルバーだけ使うわけじゃないんだけど、金属、石、ウッド。この三つでいけますね。なんかプツプツしてる？音声悪い。まあコラボ上がってこないし、コラボ枠やめるか、じゃあ。やめる？ピアスは作んないっすね。じゃあ、凸もかかってこないんで、音もプツプツしてるんで、一回枠閉じて枠取り直しますね。だってプツプツしてるんでしょ？キツネもやめる？通常枠やる？いいよ。どっちでもいいよ、俺は。逃げるなって何？逃げてないけど。50分間ずっとやってるけど。誰からもかかってこないじゃん。まあ、じゃあ残り9分で終わりにしましょう。残り9分やるよ。ウナに話したいことがある。通常枠で。通常枠にする。OKOK。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。よくちゃ。キングって誰？キングって誰？プツプツしてる。じゃあ一回切るわ。お疲れ様でーす。オツでーす。なんか来た。コラボ来た。ちょっと待って。コラボ来たわ。もしもし。もしもし。音聞こえますか？もしもし。もしもし。もしもし、声が聞こえないんですけど、音声来てますか？もしもし、リスナーさんも音声聞こえてないですよ。もしもし。もしもし。落としま落すとしまね。すね。喋らないんです喋らないんか？ですか？もしももしし？もし。切りますよ。切りますよ。なんか音声不具合みたいですね。他にいます？他にいる？凸かける人。いる？凸かける人いますか？通常枠いきます。